はいみなさんこんにちはティーロックスのトシです。えっ、ー、となぜマイクの位置を変えてはいけないのかについてお話ししたいと思います。あのー、これ、えっとですね上の方がステージですね。で客席側って書いてあるのがこっちが客席だと思ってください。でえっ、ー、と左から、えー、左側が L ボーカル、えー、センターボーカル、えー、ライトボーカルの L C R っていうねボーカルということであのー、お話を進めていきます。 でえっとですね、これあの、まあ、もちろんケースバイケースなんで必ずしもこうではないのですがあの一応、えー、リハーサルの時にもちろん話し合ってこう決めるので一概には言えないんですけれども、まあ、ざっくりあの自分がやる時はこういうふうに設定することが多いんですけれどもなんで、ね、あのマイクの位置を変えてはいけないのかマイクの位置を変えるっていうのはつまり、えー、っとセンターにあるマイクと R 側にあるマイクをこういうふうにやっちゃう。 ダメだよっていうことですね,ねそれとかこっちにあるやつはこう持っていかないでくださいということを意味してるんですけれども、うん、なぜかというとですね、えっと、これ下の方にあの赤で C ボーカル10とか書いてあると思うんですね。でこれはですねかんた単純に簡単に言ってしまえば、えっと、モニターを返す、えー、レベルだと思ってください。 C ボーカルのところ真ん中ですねセンターボーカルセンターボーカルに返すのはもう10返していると10があの最大だとしますと、まあ、センターボーカルなんで当然10返しますねそうすると R ボーカルと L ボーカルは7、まあ、別にその完全にその7とか6とか決まってるわけじゃないですよでも大体そういう意味です、ね、あのコーラスの声は若干下げ目で自分のボーカルだけ一番よく,よく聞こえるように 強く返すとということですねで L ボーカルは同じように L ボーカルを10他は7ぐらいで R ボーカルは R ボーカルの人の,あの歌ってる声を10他は7ぐらいでざっくりこんな感じに決めてる場合が多いんですよでもちろんこれはさっき言ったようにリハーサルの時にいやもう自分の声だけでいいんで他の人の声はカットしてくださいっていえば例えばセンターボーカル 10L ボーカル R ボーカルは0っていうパターンももちろんあります。僕なんんかそううやっちゃうんですけれども そういう場合もあるんで何とも言えないんですけども、まあ、ざっくりこうだと、ね、このぐらいが多分デフォルトなのでこれで例えばギターの人が今度自分がリードボーカルになりますってセンターに行きますなんて言った時にわざわざマイクの位置をこう持ってっちゃう人がいたりあとピンで2人で歌ってる時ねこうやってアミンみたいに2人で歌ってる時にアミンって例えも変だけど <laughs> ま,あまあまあなんて言うんですかねここにいた位置から こういうふうに別れるときに今度この人がセンターになりますって言ったときにまあ厳密に言ってしまえばマイクを交換してほしいんですよね人間は交換してももちろんいいんですけどもマイクをそのまま持っていかないとほしいんですよねマイクはセンターにあるマイクをそのままセンターの人が使ってほしいの方が当然今ここに書いてある通りにセンターが10になってますからそれを R 側とか L 側に持ってっちゃうとちょっと聞こえが悪くなる ということなんですよ、まあ、当然そんなにねあの何十メートルにも離れてないから多分そこまで気づかないかもしれないけどでもやっぱりこういう数字的にこうなってるっていうことは一番その立ってる位置が一番有利に聞こえるようにあのやってるのでそれを勝手にバッて持ってかれちゃうと「あれなんか聞こえなくなったんですけど」ってなりがちなんですよ。うんでね、結構リーードボーカルが多い あのバンドさんとかたまにねいるんですけれどもリードボーカルが多いバンドっつうのもどうかと思うけどまあまあねいるんですよね。でそうなってくるとね結構みんなねガチャガチャにこんなな,マイクがこんな,になったりしてるわけそうなってくるとやっぱりせっかくセンターに一番よく聞こえるような感じとかねあの L 側に一番よく聞こえるようにマイクをセッティングしてあるのにそれがガチャガチャになっちゃうとあんまりよろしくないのでそういう意味でマイクの あの立ってる位置を交換したりするのはなるべくやめてくださいとそういう意味で、えー、言っておりますはいなので他のライブハウス行った時もあのマイクの位置を変えるんじゃなくて人間の位置を変えるのは構わないんですけどマイクのマイクは持ってかない方がいいと思いますまああのあれですけどね PA さんによって全部10にしちゃう場合もあるからそうなってくるとまたど,どう思ってっても多分変わんないかもしれないんだけど、まあ、僕の場合はこのぐらいこういうふうにちょっと細かく調整して自分の声を聞こえる一番よく聞こえるわっていうふうにしたいんでこうやってる場合が多いのでね、うん、なので交換変えるのはあんまりやめた方がいいですよとそういう話ですはいいありがとうございます。